この時間はラジオの前で乙女モード、乙女心シンドローム田村ゆかりです。ピクミンブルームやってる？もうやり始めましたよ。もうすぐに、もうあの収録の後お家帰って、もう速攻ダウンロードして始めましたよ。最初はふわっとしてるじゃん、だから何やっていいかがよく分かんなくってちょっと戸惑ってたんだけど、まあでも不思議なもんで、ちょっとピクミンさ顔怖いじゃん、なんか虚無で。でもさ、お使いに出したあたりからね、なんか可愛く思えてきちゃって、なんかね一生懸命なんか道端に落ちてるレモンとかをさ拾ってくるわけ。可愛い、なんかアリみたいだよね、可愛いと思ってさ。で一応さ、なんかポケモン GO と多分同じ会社のやつだから、なんかアプリ入れた段階で一人だけ知らない人がさフレンドでいてさ、わ何これ怖いと思って、なんでと思ったら、ポケモン GO で全然知らない海外の人とフレンドなんだけどさ、その人もやってたみたいで、なんか紐付けられてさ、その人フレンドで、で今あややもやってるからあやもフレンドで、あともう一人なんかこうフレンドコードをこれだよって教えてくれたからさ、まあ仕方なく登録したんだよ。なんで仕方なくかっていうと、ポケモンと違ってさ、ピクミンフレンドであっても意味全くないじゃん。なんかフレンドになる意味があんまないなと思って、だから別に登録しなくていいかなって思ってたら、なんかコード送られてきたからさ登録したんだけどさ、でお出かけしたカードをお友達に送ることしかできないじゃん今フレンドって。でさ、その子からさカード送られてきたんだけどさ、自分がいざカードを手に入れたら、まあ、自分がその場所に行ってなんかまじまじと見てきたわけじゃないから思い出はそんなにない場所なんだけどさ、でもさうちのピクミンがさお使いとかに行ってさもらってきたカードでさ一緒に写真に写ってるわけ、なんかイエーイってなってんのが、もうカード送っちゃったらさ手元から消えちゃうじゃん、うちの子たちのなんか成長の記録みたいなのが。だからさフレンドになりたくなかったのよ。別にあややとかはさ、まあ、フレンドカードのことも多分分かってないからさ今ハート思って聞いてると思うけどさ、カード別に交換する必要もないしさ、海外の人ももちろんそうじゃん。でもなんかカード送られてきてフレンドになった人って、えこれカードのやり取りをしなければいけないのだろうかって思っちゃってさ、いやうちの子の大切な写真がなくなっちゃうって思って、なんかポーズとかもさ、まあ、何パターンかあるんだろうけどさ違うじゃん、行ったメンバーによっても違うしさ、でさ12人で行ってるはずなのに5人しか写ってなかったりしてさ、なんでなんだろうって思ったりもするんだけどさ、その選抜されてる5人がまた違ったりもするからさ、このカード渡したくないって思って、やだなってちょっと思ったんだけど、まあでもまあカードも別にそんなやり取りしなくてもまあしれっとしとけば、私からしたらフレンドは3人しかいないけど、その子からしたらさ多分フレンドもいっぱいいるだろうから、8万人ぐらいいるだろうからさ、まあ別に私からカードが来なくても別にいいだろうなって思って、まあ、やってはいるんだけどね、なかなか可愛らしいなと思って癒されています。それでは今夜もゆかりの乙女心にお付き合いください。この番組はカナリアの提供でお送りします。改めましてこんばんは、田村ゆかりです。なんかさ今日ゆかりさご飯をね、夜ご飯をさ用事が終わって食べようと思ってお店に行ったのよ。まずっていう言い方でもうちょっとあれなんだけど、お蕎麦屋さんに最初行ってさ、別にお蕎麦食べたかったわけじゃないんだけど、本当はなんかもっとなんかヘビーななんか肉とか食べたかったんだけどさ、まあちょっとお蕎麦の方がヘルシーかなと思ってさお蕎麦屋さんに行ったわけ。でお店結構もう時間帯も変な時間帯だったからガラガラでさ、で店員さんがちょっと案内するんで外の椅子に座って待っててくださいって言ってさ、
外の椅子に座ってたんだけどさ、全然案内してくれないわけ。なんかで、あれこれ存在がもしかして見えてないのかもって悲しい気持ちになってきちゃってさ、別にそんなお蕎麦も食べたくなかったからいっかと思って、そのお店の椅子から立ち上がって他のお店に行ったので、今度さパスタのお店に行ったのね。でさ、パスタは別にそんな食べたくはなかったんだけど本当は肉とかが食べたかったんだけど、でもまあパスタかな、パスタもまあね、まあなんて言うんだろう、ヘルシーではないかもしれないけどさ、まあ、太りにくいとかって言ったりもするじゃんね、食べ方によってはと思って、パスタ屋さんに行ってさ、ガラガラでさお店で、あ、ちょ案内するんで外の椅子に座っててくださいって言われてさ、外の椅子に座ってたわけ。そしたらさ、全然案内してくんないのでさ、案内してくれないだけだったらまあまあ仕方ないかって、まあちょっとアイドルタイムっぽいから店員さんも少ないのかもなと思ってさ、待ってたらさ、おじさんが2人さやってきてさ、おじさん2人先に案内されちゃったわけ。えって思ってやっぱし私見えてないのかもしれないって思って、でもそこに座ってろって言ったのお店の人なのにって思ってさ、悲しくなってさ、ちょっととぼとぼと今度はさ、喫茶店みたいなところに行ったわけ。だ、喫茶店はすぐ通してくれてさ、あーもうオアシスだわって思って、ただ喫茶店だからさ、今日からお昼ご飯ポテトチップスを食べただけだったからちょっとお腹空いててさ、喫茶店だからまあサンドイッチとかしかないなって思って、でなんかプレートになってるサンドイッチのセットと、普通のサンドイッチがあってさ、普通のサンドイッチはなんか写真見る限りこうなんかサンドイッチが8個並んでて、でハーフっていうのも選べて、ハーフは4つなの。その代わり飲み物ついてきますっていうセットがあってさ、でまあそのサンドイッチセットにはミニサラダもついていますと書いてあって、まあ、でそのプレートになってるやつは最初からワンプレートでサラダとスープとサンドイッチが半分だから4つ4切れ入っててさ、でからお腹空いてるからサンドイッチいっぱい食べたかったわけ、8個食べたかったのサンドイッチで、サンドイッチこれくださいって言ったらさ、ハーフでよろしいですかって言われて、ハーフでよろしいですかって断定されてしまったと思って、ハーフをハーフじゃないといけない感じって思って、じゃあプレートにしますって言ってさ、スープついてるからプレートにしてさ、でなんかもっと食べたかったよって思ってさ、ご飯食べて、でその後でラッピングの袋と紙袋みたいなの買いたくってさ、そのラッピング売ってるところに行ったのね。でそのラッピング用の袋を買って、紙袋みたいなやつとなんかこうプレゼント入れてシュッて絞るだけのやつとって買ってレジに行ったらさ、ピッピッピッってやって3つ買ったんだけど、最後にさ紙袋みたいなやつをピッてしてさ、この中に入れていかれますよねって言われて、えってなってちょ待って待って待ってって待って、どういうことだろうって思って、んって思って、あ、いやこれ売り物なんですけどって言ったら、あ、はい、この中に入れていかれますよねって言われて、これはプレゼントを渡すために買った紙袋なのになんでこの中に入れていかないといけないんだろうと思って、あ、いや、あ、このままでいいですって言ってね、手提げ袋は多分買ったら5円とかで買えたんだけど、なんかわかんないけどゆかりが今買った紙袋に今入れていくみたいな雰囲気になっちゃってたから、このままくださいって言ってカバンの中に無理やり入れてさ持って帰ってきたんだけど、なんかゆかり今日いろんなことを断定されたり、なんかこう気配が見えてなかったりする日だなって思って、ピクミンの日記みたいなやつにちょっと悲しいマークポンって押した悲しいことがあったよマークみたいなのをねポイって押して、ちょっと不思議でしょ紙袋に関しては。でも多分さ、もうあのレジの子は買った袋の中に入れて帰るに違いないって思っちゃったから、エコ袋みたいな感じでね、そういう人が多いのかな。だって本屋さんのラッピングコーナーだからさ、そうそういないと思うんだよな。
で多分、まあ、そうやって思っちゃったからこれは売り物ですって言っても多分、まあ、買ってすぐ入れるんですよねって思ったんだろうなとは思ったけど、だからなんて言えばいいか分かんなかったんだよね。もう、あ、もういいですっていうのが精一杯で、ちょっと悲しくなったんだよね。あの穴を掘って王様の耳はロバの耳って言いたくなったちょっと表現違うな。本当は友達には違う表現の LINE を送ったんだけど、それ送言ってもいいやつかがちょっと分かんなかった。今から樹海に行ってきますって書いたんだけど悲しくなったんで、今から樹海に行ってきますって書いたんだけど、まあ、もちろん冗談でね、うん、だから、まあ、王様の耳はロバの耳って言いたいなって思っただけよ。じゃあメールとかを紹介しましょう。猫つきおさん、先日コンビニでアメリカンドッグを買った時マスタードとケチャップがついてきました。自分はどちらもつけずに食べるので必要なかったのですが、言い出すタイミングがなくてちょっともったいないことをしました。ゆかりアメドに何をつけて食べますか。これもったいないっていうのはどういうこと。使わないくて捨てちゃうからもったいないっていう方か、うん、ゆかりはもうこんなラッキーと思うけどね。だってアメドには使わないかもしれないけどポテトとかにはつけれるもんね。だからラッキーだなって思うけど、いかりね、アメドに何をつけて食べますかっていうのはさ、なんか他に何をつけるのかむしろ分かんないから教えてほしいぐらい愚問だなと思うけど、なんかさ普段マスタードってあんまり使わないんだけどさ、アメリカンドッグについてるあのパチってする、うん、ケチャップとマスタードがニュルニュルって出てくるやつに関してはさ、あれはあれが込みでアメリカンドッグの味だなって思っちゃうわけなんかふわふわの甘いところの味とケチャップの酸味とマスタードのんーなんていうんだ、つぶつぶ感みたいなの。だからゆかりは今無性に、ま、食べたいね。アメドがなんか久しく食べてないかもしんない。あー食べたい。マスタードはあり派、あ、マスタードつけない人もいるってことアメリカンドッグ。あ、ゆかりでもあのパチンのやつが好きだからありだね。全然ありだと思う。ただお家でアメリカンドッグを作ることなんかないけど、お家でなんか食べることになったらまあマスタードつけないかもしんないけど、んーでもマスタードつけたいな。なんかむしろマスタードってアメリカンドッグ以外で何に使ったらいいかがよくわかんないうちでも粒マスタードの瓶さ割と常備しててさ、料理しないのにあれぐらいにしか使わないんだけど、ポテトサラダに入れるぐらいしか使わないんだけどさ、前なんかマフィンに塗ったら美味しかったよ。あのお家でなんだろう、マフィンのパンになんか自分で作ったハンバーグ冷凍しといたやつを挟んで、でなんかケチャップとかマスタードとかを塗ったらそれは美味しかったけど、でもそのぐらいでしか使わない、多分いらないんだと思う、買わなくていいんだと思うんだけど、だからさ本当はさあのパチってしてニュルニュルって出るやつをさ買いたいよね。でもさ多分調べたらあるんだと思うんだけど、たださ業務用じゃんあれって。だからさそんなにいらないのよ。多分年間で多分何個ぐらい使うんだろうな、多分3個ぐらいしか使わないと思うんだお家でさ何かにつけようと思ったら。だからまあいらんのだろうな。パキッて、あの容器パキッてっていうの。へー、なんかさやっぱりすっごい昔にも多分言ったことあるんだけどさ、あの大捜索したから、あのさ昔ねローソンに揚げたこ焼きっていうのがあってさ、あの時にパキッてするやつで、お好み焼きソースなのかなと、マヨネーズがさ入ってるやつあってさ、あれがめちゃくちゃ好きでゆかり。でもさあれすっごい検索したんだけど売ってなくって、なんか昔売ってたけど今は売ってませんみたいな感じだったの。もしかしたらあれからもう何年も経ってるから今またね売ってたりする可能性はあるけどさ、あれめっちゃ探したな。でも探したけど、じゃあ実際問題あいつがあったからって何かに使うのかいって言われたら何にも使わないんだけど、なんかああいうのいいよね。
あのたださ、あれよ、ジャムとかはさパキってするやつあるじゃない。パキってするとさ全部出てこないのよ。わかるでしょ、ここから先はもうもったいないんだよ、全部出てこないからさ。ただじゃあ全部使うのかって言われたら別に全部使わないかもしんないしさ、今日喫茶店でさお店だったからさ、あのなんて言うんだろう、アイスティーにさあの入れるシロップみたいな蜂蜜が出てきてさ、で蜂蜜さ、まあ、ちっちゃいあの何銀のおされなやつにさ入ってきたけどもさ、お好みでお使いくださいって言われてさ、あれ絶対多めに入ってんじゃん。でさもう半分とかしか使わなくてももうあれ廃棄しちゃうでしょ。もったいないなって思ったけどさ、でも全部入れたら甘いじゃんね、どうしようかなってすっごい悩んだ。悩んだ心底悩んだ。でもどうすることもできなかった、もったいなかったな。サンドイッチに、あーサラダにかけるはありだったかもな。なんか果物とかがさ乗ってたからさ、でなちょっと甘いビネガーみたいな味のソースだったから、まあ、もしかしたらありだったかもしれないけど、ただお店が想定してる味のバランスから著しくかけ離れちゃうからなって思った。もったいないよねああいうのね。でもね少しにするわけにもいかないもんね、お店からしてもね、いっぱい入れとかないとってね。でもさパンケーキのさメープルシロップはさなんか全部使っちゃうんだよね。あの最初にさ全部かけないんだけどさ、あの吸うじゃんパンが、だからさ下の段のやつとかがさ何の味もないわけ。上がもう全部吸収してるから上だけジュクジュクで、あれもしかしてだけどさ3枚とかついてるパンケーキってこう3枚をそのまま食べんの、切って。昔さ1枚ずつ切って食べてたんだけど、もしかしてあれ3枚まとめて切ってまとめてフォークで刺して食べるのかな。あだから一番上がジュクジュクでも問題ないの。そうか、昔上から順番になんか切ってちまちま食べてたからもう次第にさ味がないわけよ。だからさ途中で、まあ、あんましパンケーキ頼むことないんだけど、途中で気づいてさバターをまず最初に上に乗ってるバターを切って間にどんどん挟んでいくの、ほいほいって。じゃないともう下がもうただの酢のなんかホットケーキになっちゃうから。で、まあ、シロップもちょっと3分の1ずつぐらいかけて食べてるんだ。だけどだから全部汁吸っちゃうからさ、まあ、ちょっと使い切るのは使い切るでちょっと恥ずかしいなって思っちゃうんだけどね。お店の人は全然気にしてないんだけどねそれではここで一曲聴いてください。現在発売中のニューアルバム合言葉よりたむれかりでケセラセラ。気がつけば同じ顔、好きも嫌いだけに見つかりたがってる。ほどなくしてから思った昨日と同じ朝が迎えに来て、めくれにうずめた吐息と好き。ケセラケラって言ってみた、少し震えた口「ツンとしてこぼれた謎の涙も」「
得する姫損する姫、生活の知恵という名の横着で成功して得したり失敗して損したり、あなたの横着技を教えてもらうコーナーです。それでは紹介していきましょう。緑の窓口さん、くしゃみを我慢したいときに眉間を強めに叩くと止まるとネットで見ました。実際にやってみると確かに止められる時が多いです。横着ではないですが緊急事態の時にはお得ではないでしょうか。本当にします。本当に止まるんだったらまあ得だけど、まあでもくしゃみって本当は我慢しない方がいいんだよね多分ね。眉間ってさ、ここあ、お眉毛と眉毛のこの真ん中のとこ、ここ強めに叩くの結構勇気いるけど大丈夫かね。なんかくしゃみ止まるかもしんないけど周りの人がびっくりしないこれ。あと結構痛いと思う。なんか痛いとこだもん。なんて言うんだろう、あの何弱いとこよ、ここ人体の中で。これあかんのじゃ、これごめん損です。くしゃみするわ。なんか怖い、ここどうやって叩くんだろう。強めに叩くと、え、なん、グー何言ってた、パーってことないと思うんだよ。パーってだってさ全然圧かかんないじゃん。パーは違うと思うの。やっぱさ、グーじゃない。怖い。あとメガネしてる人叩きにくそう。ちょっとみんなが先にやってみてもらっていい？そしたらみんながやってみて止まったか止まんなかったか、痛かったか痛くなかったか、頭蓋骨が平気かどうかみたいなやつ送ってほしいわ。なんかあの参考にしたい先に。じゃあとんこつさん、賞味期限が切れたチュッパチュップスの詰め合わせが戸棚から出てきて使い道を考えたのですが、温めたお湯にティーパックと一緒に入れてマドラー代わりにしながら溶かしつつ紅茶にしたら、ほのかにいろんなフレーバーの味がして甘さが増して結構美味しかったです。もったいなくて捨てるのをためらっていたので得した気分になりました。まだまだ余りがあるのでしばらく習慣にしてみようと思います。判定します。まあ得といえば得かもしれないね。まあ期限切れたって言ってもまあ飴だからね、もしかしたらそのミルク入ってるやつとかはまあ悪くなる可能性が高いかもしれないけど、なんかでもフレーバーティーみたいで美味しそうだね。皆さんのお着エピソード教えてください。お便りお待ちしています。それではここで一曲聴いてください。現在発売中のニューアルバム合言葉より田村ゆかりで私だけミッシング。どんな時もあなただけに恋したいたいんだけ、レースが遅いからとどこか不機嫌モード、テンション落ち目のわ今日はあなたよ、思いやりはいつからストレスに変わる、そんな恋じゃないと言っていますく、同じ気持ち違っちゃう、分かってほしいことばかり、これもわがままかしら、教えた大体大好きなはずなのに、なぜあなたの世界には笑ってる私がいないわ、どんどん月夜に沈みそう、救ってよ一人夢を見てるだけじゃ嫌よ、これから二人どっちがどうする、普通もしょっちゅうでも寂しがりような私よ、頬にしてくれたキス思い出のどこか、何も変わらないか聞いていいかな、言葉なんか選んで止まった時間巻き戻す、今がどこへ続く
そろそろお別れのお時間です。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。メールアドレスはゆかりん @joqr.net yukarin@joqr.net です。あのさ、ミスタードーナツでさ、ポケモンのやつ今出てるんでしょ。でさ、ミスド行ってみたわけ、買おうと思って。そしたらさ、新宿駅のなんか地下街のところのさ、ミスドがさ。それでは来週も乙女放送の時間過ごしましょうね。この番組はカナリアの提供でお送りしました。寂しさに